明日オキポのファンミーク行かないんですよ。お仕事があります。行くの？ファンミーティングって言ってたね。言ってた言ってた。ご飯ありがとう。サプライズ、ないんですよ。落選した？いや、落選。何人くらい当たってるの？わかんないけど。マイクの判明も決まってないね。何も。あ、ありがとう。まらまありがとう。そうね。仕事がなかったら言ってた。え、待って、どの立場で？どの立場で？どういうこと、どういうこと？みんなの中に混ざってってこと？本当ありがとう。なんかもありがとう。そうそうそう。どっちで出るのかみたいな、行くのかみたいな、見に自分が行くのか。どういう。何。どうありがとうございます。ファンミーティングなのに抽選ある。そうですね、まあ、人数に限りがあるからそうなのかな。そうだよね。でも1回だけとかじゃないからね。ね、次に来たいっていうね。私のはまだですよ。結婚してハートありがとうございます。マイキューはドームでお願いします。いや、もう大赤字だわ。もう赤字。本当にそんなことしたら。どんなことしてるのが気にならない？でも聞いたりするよ。そうね、ファンクラブを開設したメンバー、まだ開設してないメンバーもいるんですけど、そう、開設したメンバーどんなことしてるのかなっていうのは結構聞きますね。本当にありがとうございます。でもね、まだね、一個もね、開催日とか開催場所とか何も一個も決まってないよ、まだ。そう、なんでこれからなんですけど。どこでやるか、どこでやるかな。なんか結構メンバーもバラバラだったよね。なんか関東の方でやったり広島の方でやったりね。どれもありがとう。かわいいもありがとう。分からん、まだ
すごい、優勝ありがとう。マイキューおすすめのラーメン屋でやりましょう。え、な、どういうどういうファンミーティングだ。私もラーメン食べていい。え、なになに。ラーメン屋さんさ、そんな大きいラーメン屋さんないんじゃない？本当にもう。ありがとうございます。私作る側なんだ。食べたいんだけど。愛媛ラーメンってあるの？ない。愛媛のラーメンでしょ？言われるわ。愛媛って何のラーメンなんて言われるけど、その愛媛はこのラーメンってのないかも。ないよ。なんか、鯛だしラーメン？その愛媛ってさ、鯛が有名だからさ、鯛のだしのラーメンとかはまああるけど、でもめっちゃなんか、いろんなとこに店舗があるかって言われたら、ない気がする。みかんラーメン？ない。難しい。愛媛は、うどん。ラーメンっていうよりか、煮込みうどんっていうか、なんていう、うどん。うどんです。結婚してありがとう。ぼっちゃんラーメン？ねえ、なんそんなのあるの？ぼっちゃんラーメン、うどんのイメージなかった？え、なんかね、なんだっけ、鍋焼きうどんか、煮込みうどんじゃない、鍋焼きうどん、そうそう、なんかめっちゃうどんのいい意味で、もういい意味でうどんのコシがない感じのやわやわの本当にうどんが有名で、そうなの、コシがないうどん、やわやわ、やわいうどん、名古屋？名古屋のうどんすごいよね。あれはね、あれは、なんか、なんかうどん？うどん？みたいなうどん。ほんとに、なんか食感がすごい。コシとはなんか違う感じなんやけど。コシ？あれコシなん？コシじゃない気がする。硬い。新食感うどん。そう、歯応えすごい。なんか、生麺をそのまま煮込んでるの？え、あれ、なんか、すごいね。なんか、固めのうどんなの。きしめん？え、きしめんは食べてない。きしめんって平たいやつ？食べてない。ライス無料？最高やん。芯が残ってるよね。え、めっちゃわかる、言いたいこと。残ってる。え、そう、アルデンテ。マジでアルデン、アルデンテ。
関東のうどんもコシがすごいです。香川と一緒ですか。マジで香川行きたい。香川のうどん美味しい。香川のうどん美味しいんだよ。うどんうどん、関東コシがすごいの。いや私関東でうどん食べたことないわ。でもあそこ行きたい、ツルトンタン。ツルトンタン行ってみたい。いいね、ありがとう。あれ、え、あれって関東じゃないんですか、ツルトンタンって。器が大きい。そうなの？行ったことない。明太クリームおすすめ。そう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 、明太クリームうどんが食べない。ツルトンタンは大阪本店です。関西風です。え、そうなの？そうなんですか？失礼しました。いや、ちょっと知らんかったわ。そ、前髪がさ、めっちゃ伸びてさ、視界が。姉貴、いや最近切ってもらってないや、前髪。てもらってない。美容室行っとったけんね、私が。お姉ちゃんもう寝た。寝ましたよ。姉ちゃん寝るの早い。お姉ちゃんは、え、そう、お姉ちゃん結構旅行好き、旅行好きっていうんかな、よくね。お姉ちゃん結構ね、アウトドアな感じがするんですよね。まあ、妹はインドアなんですけど。お姉ちゃん結構アウトドア。逆かも。お姉ちゃん何歳か非公開な。ありがとう。一緒に行かない？行かないね。旅行とかは行かない。なんか、合わないんだよね、日程が。お姉ちゃんと。だからさ、行きはしないんだけど、どっか行くたんびにお土産持って帰ってきてくれたりする。そうなの。
ありがとう。海外はいかんかな。なんか日本のどっか行ってる。なんか日本のどっかって言い方もあれですけど。うん。でも大事よね。なんか、良くない？いろんなところでいろんなものを見て、心を落ち着かせて。新潟？もうすぐやわ、新潟。やわ、新潟。もうすぐです。すごい、I love you。クマ、ありがとう。落ち着かないの？なんか、なんていう、まあ、行く場所にもよるかもね。うん。あ、そうだと、お姉ちゃん計画立てるのがうまいからね。新潟寒いかな。9月の後半の新潟って涼しいのかな。なんか新潟私の中で寒いイメージが強くって。寒くない、暑い。そうなんの、涼しい。もう夏じゃない、暑いんだ。なんか勝手に涼しいイメージがあった。何この不縁現象って。不縁現象？不縁現象って何？コメント欄に来た。不縁現象。不縁ってやつ？不縁ってなる現象？暑くて不縁。不縁何何？そういう現象？私のために作った今現象？そう。そういうこと？本当にあるの？不縁現象ってのが。よくやるやつ。私がよくやる。不縁って言うわ。不縁現象があるらしい。そうなの？あるんだ。へえ。私のために今作ってくれたんかな？不縁現象。学校で習わなかった。知らないんだけど。そんなの知らないよ。気象用語だって。こういう時に使う。そう、私さ、昔の記憶ないんだよね、あんまり。記憶がさ、もうない。小学校からやり直せ。そうか、一緒にやり直すか。やり直せるもんならやり直したいですよ、本当に。やり直させてください。時を戻してください。お願いします。いやね、親がさ、学生の頃の時にさ、なんか、もう勉強しとけばよかったって思うのよ、大人になってからってよく言ってたんですよ、親が。で、まあ私は、そんなこと大人になっても私は思わないねってめっちゃ言ってたんですけど、大人になった今、すごく思いますね。本当に、
あの頃勉強しとけばよかったなみたいなのはめっちゃ思うわ。ありがとう。何の勉強か。へえ。でも勉強って何の勉強でも結構役に立つときは役に立つよね。うん。でも自分が弱い教科とか、うん、めっちゃやっとけばよかったなって思うわ。フェーン現象、これがフェーン、フェーン。チリ？うん。でもね、聞いて。私チリが、チリっていうか、なんか世界地図とか見て、なんか。私には無理だって思ったんですよ。なんでかっていうと、地球丸いのに平面に書かれてることによってもう無理だって諦めたんですなんかあのー、平面で出てくるじゃないですか。地球儀見ればいいよ。いやもう地球儀とかもう持ってないから、そんな。ありがとう。メルカトル図法？聞いたことあるよ。メルカトルさんが書いたんですか？花束ありがとう。確かに日本がまずは日本だよね、そもそも。日本のことをね、日本の地理を。新潟覚えた。行ったことないけんめっちゃあるよ。あるあるある。だから絶対にあれしたい。一軒一軒回る、ライブで回るなんかツアーみたいなのしたい。制覇したい。あれがいいな。なんかあのなんちゃら地方、まず第一弾なんたら地方みたいな感じで地方回っていく。鳥取行ったことある？いや鳥取はないねえ。鳥取？あれ？あるか。待って、島根と鳥取って隣だよね。もう喋らないでおきますね。ふえーん。ラクダ乗ってません？待って、ラクダって日本にいるんですか？ラクダって砂漠にいるんじゃないの？待って、砂漠って、え？ちょっと待って待って待って。
鳥取砂丘にいる？いや、待ってください。砂漠ってか、行ったことない、鳥取砂丘。ラクダ乗りたい。3人乗りのラクダ3人ぐらい乗れるよね。コブがさ、こうドンドンってあるから、1、2、3、ラクダが、ラクダへの負担がすごそう結婚してありがとう。コブの間に、あ、そうそう、コブの上に座るタイプ。コブには水が入ってるよ。ウォーターベッドみたいだね。ポヨンポヨンして気持ちよさそう。3人目はどこに？3人目振り落とされる。コブ必要いっぱい。順番になればいいと思う。確かに失礼しました、ラクダの皆さん。二人乗りのラクダ？二人乗りのラクダ。二人乗りの自転車みたいだね。店員オーバー。二人の乗りの自転車いいとこだよね。交通法違反に引っかからないかな。結婚してありがとう。お疲れ、ありがとう。うん、ありがとう。おやすみ。おやすむなー。起きろー、寝るなー、おやすみなさい男女予防。りょんきゅうさん、はやりんごさん、とおるさん、 N2F さん、ゆずきちさん、おっさんどさむさん、ぼんちゃんさん、みっきーさん、ふっちゃんさん、シーサーさん、きなぺこさん、あおさん、くまねパパさん、ありがとうございます。寝るなー、おやすみなさいませ。おやすみー、グッナイありがとう。ゆっくり寝てね、みんなもね。明日は木曜日、サーズデー。Yeah.